ガッツ、野球殿堂入りは絶望か。 6% しか得票率がなかった模様。いまいち投票の仕組みがよく分かってない。岩瀬一発じゃないのか。すげえな、やっぱり岩瀬式が効いたか。ジャップの記者はアホしかおらんし、しゃあない。和夫も一発じゃないのか。スイッチでショートなのに。ここに載ってないけど、和田和弘は数年前に得票数1桁で資格失ってるんやで。殿堂入りに価値がなさすぎて誰も気づかなかったけど。井端も資格消滅。侍ジャパンの成績次第じゃ可能性あるんやないの。今の選手は殿堂入りできるぐらいの実力あるならみんな MLB 行くしな。誰も殿堂入りなんて目指してないよね。己の生涯をかけて得点期待値を下げ続けた男。別に殿堂入りはこの成績が必要とかないんやから、お前らの感想とか不要やで。本当お前らってプロ野球選手に対するリスペクトがないよな。年功序列で順番が回ってくれば選出されるやろ。何年か前に通算はクソしょぼいつだが感動プルノで殿堂入り。ブーマーは落選とかあってクソ笑ったわ。小笠笑って自由契約か無償トレードで中日入ったもんかと思ってたら FA 宣言してたんやな。津田さんが入っててブーマーはあかんかったんやっけ。悪いけどこの例だけでクソほども意味のない殿堂やろ。今でこそバントは評価されんが、昔はとりあえずバントってくらいやらされてたし、まあここらの世代は功労者でええんやないの。っていうか来年はイチロー大賞になるやんけ。これ一発じゃない可能性ある。成績だけやなく思い出補正もあるんやろ。それで A は流行語大賞みたいなもんやろ。現役時代と引退後のロビー活動の差だろうな。いつの時代もコネが物を言う。マスゴミ対応が良いやつが優遇されるのは確か。ガッツチャンネルが逮捕されたのが響いてるか。ご視聴ありがとうございました。